そうだ。解、うん、きめかないのに捨てれない。これも多分困ってる人も多いと思いますね。うん。例えばどんなものがありますか？分か,分かってるんだけど。手、うん、出はせないあ。そういう場合は、うん、なんでそれがそういう場合はそのものの本当の役割を考えるっていうのがおすすめなんですね。うんうん、ときめかないものが捨てられる。例えばどんなものですか？ わ私は大丈夫 <laughs> 私は結構大丈夫なんだけどこの話をすると、ま、わ<あ>私のマネージャーの後藤さん <laughs> よくこの話するんですけど後藤 <laughs> さんはときめかないけどたたこかっもたれないっていう,そうえちょっと聞いてみますか後藤さん <laughs> <laughs> ちょっと一瞬だけちょっと来てください。<laughs> 私ののマネーージャ後藤さんです後藤さんとはもうずっとこの話をしているんだけどやりたい気持ちはやりたい気持ちはあるんだけどどうしてもクローゼットでもスタックになっちゃうスタート時点からもうスタックまず靴のクローゼットは一回全部出しましたでときめくときめかないっていうのはもう自分の心に聞いて。 それはななんんとなくやったんですねうん、うん、でも結局のところ大幅には減らないでやっぱりどっかでもったいないとかでもいつか履くかもしれないとかもうそういう気持ちにとらわれる。うんうん、で特に洋服はもともと洋服がすごく好きだから、うん、どうしてもその片付けるとかこうときめくときめかないっていうことにまで行き着かなくって。うんうんうん 好きなんだよなっていう気持ちだけが、ずっと片付けられないままで <laughs>、終わっている。ああ、なるほど。くらいさ、だったけども、好きっていうだけ。ああ、それで言うと、あの後藤さんの場合は、もう、そのまま堂々と、次の本のカテゴリーに進んじゃっていいです。<え>でも、好きとときめくの違いがわか,からない。好きなんですよね。持ってて普通に幸せなんですよ、ねん。幸せっていうか、多分。 あの本当に全部ものを出した時に、うんうん、もしかしたらあこれはいらないかもって出てくるかもしれないんだけど、まだ,まだねだ出すあじゃあ全然あの違います。もう <laughs> <laughs> それ以上あのもう解決法簡単でその場合は絶対出したらわかる。うん、あだからそこで,<応>でもなんでだろうねその出せないっていうない何なんだろう怖い何かが怖いんだと思う。思うそれはあの、うん、やっぱり片付けを。 あのされる方は本当に皆さんがあの感じる方は実は多い感情で、うん これを出してしてまったらもう全部自分の本当の本心が分かってしまうんじゃないかっていうのに向き合う,う,う,もうっていうのをも自分で予感してしまうのでうやっぱりそこでちょっとしたこう怖い気持ちっていうのは、うん、あの起きてしまうことは本当に多いですねでもあのそれを解消するのってやっぱりもう物理的な動作なんですつまり出しちゃうっていうで実際に行動をしてみると一歩踏み出すっていうことってすごく大事で,であの今やっぱりやってない状態だからいつまでたっても怖い。 けれども実際に体を動かしてみて洋服を出してみるって言って「わお」みたいな感じで驚いてみる <laughs> みたいなこのステップを踏むことで実はあ向き合ってみたら思ったよりも気軽にちゃんと手放すものは選べるなっていう次のステージに行けるんですよその一歩がどうしてもね <laughs> でもやろうやろう多分、うん、よく言われるのは自分の家の中は、うん やっぱり自分のキャパシティがこの枠の中だからそれ以上増やすっていうのは多分自分にすごく無理をしているんだよっていうことを言われたことがあったので多分これ以上増えるときっと自分が無理してるんだろうなと思うんだけれどもなんか一つ一つこう自分が好きで買っていったお洋服とかってなんかその時の思い出とかなんかあそういう場合うことがあってこれ買ったんだよなとかそういうことがすごく出てきてしまって。 今使わないんだけどでもなんか好きなんだよなこれ捨てられないんだよなっていうそういうなんかもう本当ただの単純な思いだけでまたパタッと締めるっていう,うん、うん、もうそれ繰り返しあ,あ、私あの確信していますちゃんとそれ出したらびっくりするほどで,できるできるっていうことだ一歩踏み出すっていうね,ねその行動自体はあの本当に勇気ですということはもう自分の中で 多分ごまかしてる。その本当はいら、い、うん、らないというか、もうときめかないし。多分今の自分の人生の中には、もうありがとう、大丈夫だよっていうことが踏み出せないっていう。ことですよね。うんうん、そうです、ね、でも、うん、あの、うん、ただ、<laughs> あの、本当に、あの、やらないから怖いですよね。うんうん、やってみると、や,やら、やってみると、実は楽しいんです。うんうん、これは、あの、本当に、実際に行動を移して。みて、そっちの壁に、を越えて、向こうに行って。 行った時じゃないと体験できないんですけど、あ、本当何を悩んでたんだろうっていう風に。あのう、拍抜けして、あ、むしろこう自分のにとってときめくものを選ぶことが楽しいっていう風にちゃんと。あの次に行けるようになってくるんですよ。後藤さん、その一歩。踏み出します。掃除して、きれい、も家の中は多分すごく掃除して。あのおそらく自分の中では。家に一歩入りました。うん なななんんとなく絵の中綺麗ってるんですよそれは多分物を全部しまっているからそれでも多分物は溢れてるから多分ヒクロデスの中は悲鳴を上げているっていうのはそれはもう絶対に。 逃げちゃいけないってことですよね、まあ、それだと別に普通には生活できるんですうんうん汚くって世の中の足の踏みもない人ではないからあでも多分だけれどもその中がモヤモヤしてるっていうのはご自分で気づかれていますよね、うん、それ、うん、多分自分が気づいてるっていうのが一番こうじゃあ自分がその家に行ってどれだけこうリラックスできるかとか本当の意味で、うん、あの真からこうリラックスした状態でいられるかっていうのは多分自分自身が部屋にいる時にも知ってるはずなんですよね知ってると思うこと <laughs> でもそうかもしれないですね、うんうん、一歩踏み出せないいっぱいいますねそういう人は、うん、あと、うん、結構後藤さんって多分洋服に特に洋服だけにやっぱものにすごい執着がすごく強い、うん、それってどそう例えばその執着っていうのが例えばじゃあ一つ。 バッグがあります。このバッグは明らかにもう使わない。だから誰かにあげるとか、例えば今だとそうオークションでも何でもうん、うん、まあ例えば売るにしてもそうなんですけど、自分の知らない人にそのバッグが行くことがすごく嫌な人なんですよ。それで言ったらもうあの気持ちよく手放すのがいいと思います。あのもう、まあ、本当に処分しちゃう。 あのあ捨ててるってことですか自分がここ、うん、本当に自分にとって心地のいい手放し方って何なんだろうってやっぱり考えた時に多いのはあのすごくいいものだから捨てるよりはやっぱり売ったりしてちゃんとこう何か返ってきた方が気持ちよく手放せるなとか誰かに、うん、あのー 使ってもらえる方がまあ、あの、そういう意味でも手放せるなっていう。風に思う人もいれば、同じように。<し>あの他の人に渡るっていうのが、ちょっと自分としてはあ,あまり心地よくないっていう風に思われる方もいると思うので、それも多分自分のんとってどういうのが心地いいのかっていうただの違いなんですね。なので、ただ。でも私があのなんとなく予感しているんですけれども、実際にあの本当にまず。 自分が手放しやすいものからうあの深刻に考えるものじゃなくてまこれはさすがにもう、うん、あの処分できるなっていう簡単なものから進める方がよくてあのこれ片付けになかなか踏み出さないっていう人にもあるあるの王道パターンなんですけれども <laughs> <の>よかったね後藤 <laughs> さんだけじゃないんですよ。本 <laughs> 当 一番自分が捨てにくいものを例に挙げてしまってそれが捨てられないから片付けが進まないっていうふうに思い込んでしまってるんですけれども、うん、簡単なものからちゃんとやっていって自分自身がまず,まず軽くなっていくし、うん、そのあ物を手放すことってこういうことなんだっていうのが体で分かるようになってくると、うん、あのだんだんほど難しいものを手放されるようになっていく。うん、本当に片付けけをしていくうううちにに体感されれると思んんんでですけれどもなな自分がそんなにこう あのある一定のもの,、うん、の、誰か他の人に渡った時に辛い思いがするんだろう。っていう。そのなんか、自分の中の原因とか考え方の癖っていうのが片付けを通じて分かってくると思うんですね。で、それは実は人によって違っていて、例えばああのー？ まあ本当に小さい頃の経験っていうこともあればあの大きくなってからも誰かに言われた一言だったりとか本当にその片付けをしていくうちに何か自分のの記憶のあの鍵ががピンっって開く瞬間があったりすするんですよでそういうのに気づいていくとあそんなに私って心配しなくてもいいんだとかそんな気持ちよく物を送り出せるんだっていう経験ができる、まあ、まあそういうふうに実際にこう開いている方が非常に多いんですね。 でその時のコツとしてはあの手放す時に必ず一つ一つのものにかお礼を言うっていうことってすごく大事で,で例えばそのバッグであればこれを手放したらこういうことがあってかわいそうなんじゃないかっていう気持ち。 も,もちろんあるんですけれどまずはフォーカスするのはこのバッグが自分に何をもったらしてくれたのかっていうのを考えてみるといいんですね「あこのバッグがあったおかげで私はすごく幸せだった」「買い物した瞬間も幸せだった」とか「今まで本当にお世話になった」っていうふうにそれによってどんな幸せな経験が自分ができたかっていうのをちゃんとこう味わって「あ今まで本当に素敵なエネルギーをありがとう」って言って「ありがとうございました」っていうふうにきっちりそのお礼の気持ちを伝える。 っていうのを物手放すもの一つ一つに対してやっていくことであもう大丈夫なんだあの自分の今まで本当に自分はものによって大切にされてきたんだっていうふうな経験をしていくとちょっと考え方が変わると思います。あなんかか素敵だね私はどちらとといううそですあの物 ものの立場になってよく考えることがあるんですけれども、うん、私はものって全てのものは自分を幸せにしてくれるために自分のもとにやってきてくれたっていうふうに思っているんですね。うん、でなので例えばあの買ったけれども一回も使わなかったもの。うん があったとしてもそれっっってやっぱり買った瞬間にときめいたっていうのがそのものの役目だから、うん、そのものに対しては「買った瞬間にときめかせてくれてありがとう」っていうふうにお礼を言うし例えばお洋服で買ってみたけれども似合わなかったみたいなでそれで結局着なかったでなんか苦しいじゃないですか「私って何でこんなもん買っちゃったんだろう」とかあのあ「一回も着なくて捨てるって駄目だよな」っていうふうにすごく辛いんですけれどもそれもちゃんとあのこういう。 タイプの洋服は自分に似合わないって教えてくれてありがとうっていう風にちゃんとそのものから何を学んだのかっていうのをしっかりああの自分の中でそのものの役割を咀嚼してから手放すっていうのをやっていくことで本当に自分にとって大事なものは何だろうっていうのが見えてくるんですね。 いいいらないものに囲まれているときめかない状態なんだけれども例えば後藤さんの周りにあって実際に例えば後藤さん自身の生活を圧迫しちゃってたりとか心を重くしちゃっているっていうのはものにとっても本望じゃないんですよ。 ちゃんと手放してほしいっていう風に思っているはずだし、っていう風に私は片付けの経験を長くしてきているので、なんとなくこう物の気持ちがわかるっていうとちょっと不思議なんですけれども、<laughs> あこの子は外に出たがってるなっていう風に見えることがたまにあるんですよね。でそういうものってちゃんとお礼を言って手放すことによって、私の感覚なんですけれども、なんかちゃんとこう。 ものとしてはなくなってもエネルギーとしてこう手放していくけれどもちゃんと戻ってきてくれるっていうふうに考えているんです、すすべて循環しているので、自分の中から出ていくけれども戻ってくるっていう感覚があるんですよね。それは私が長いこの片付けと物っていうものに付き合ってきていて、あの確信していることの一つです。あのこれ質問なんですけど捨てます捨てるというか片付けます人に。 プレゼントします売りますす売り何でもいいんですけど自分が手放したことによってあああれってあの時にああしなきゃよかったっていうことって絶対ないですかあ捨てなきゃよかったっていうそうあの後から <laughs> これ必要だったとかも,も,も含めてなんかそ,のそれをすることによってなんかそういうふうにこう。 思ったりすることっていうのはぜまあ絶対じゃないでしょうけど、でもそういうふうに思っちゃったりするような場面っていうのは今までのいろんな方を見ていただいた見ていてありますか？一人に残らず経験があります。ますみんなやっぱりそういう経験あるんですよ。でも私もそうですし、うん、やっぱり手放したけれどもああやっぱりあれす捨てなくてよかったなっていうふうに思うことってまあ一度や二度や三度って。 あるんですね、うん、でもあのその経験自体がすごく大事で,でその経験ってあやっぱりこういうタイプのはやっぱり私は大切なんだってそれこそまたもう一回自分のことを見つめ直す1つの経験なんですすよねですごく不思議なんですけれどもちゃんとこう本当に自分の感覚に従って片付けをしていくとこう手放してなくなってしまっても必要なものは必要な時にちゃんと与えられるっていう実態が。 なんとなく自信というかそういう感覚がだんだんこう身についてくるようになってくるんですよねだから私のお客さんでももちろんいるんですけれどもあ,あれ捨てちゃって後悔したんですよっておっしゃる方もいるんですけど大抵の方はなぜか笑ってるんですよね<ー> <laughs> それはなぜかっていうと片付けはもうすでに終えていて自分自身がすごくクリアになっているからそれ自体もすごく一つの経験だし大切な要素だっていうなんか自分の 決断に対してちゃんと自分でこう責任が持てるというか、まああれ捨てちゃったけどあれも自分がちゃんと決断したことだし、これを学んで生かそうみたいな<ー>っていうところまで片付けを終えるといけるようになってくる。でもやっぱ片付ける前だとそういうことがあるんじゃないかっていうふうにやっぱ頭で考えると思ってしまうんですよね。わ、うん、かりました。クリアになりました。<laughs> やります。はい。ね、<laughs> その一歩。いやもうみこの話はもうずっとジュンちゃんと。 もう会うたびにやっぱり片付けをここまでやったけどこの先行けないってもうずっとここ1年ぐらいのの時からずっと <laughs> だから本も一応自分のテレビの横にいつも置いてあって気が付いた時に見ようと思って置いてあって。 でも開いてそれでいうとこの片付けの作業自体は本当にこうしんどいっていうとあれなんですけどちゃんとこう物一つ一つと向き合う作業なので例えば本当にどうしてもなかなか踏み出さないっていう場合は単純に人に手伝ってもらうっていうのはすごく大事で手伝ってもらうっていうのは物理的な作業が結構たくさんあるので物を出したりとかゴミを運ぶっていうの結構疲れるしあとは 私自身がもともと片付けコンサルタントをやってて思うのはやっぱりその誰か隣にいてもらって「これってときめきますか?」って言ってもらうだけでも全然違かったりとか自分一人でやっててどうしても行き詰まるっていう場合はあのまあ私今あの片付けコンサルタントを育成するあの仕事とかもしているんですけどそういう人にお願いしたりとかもちろんあのプロフェッショナルじゃなくても,も。 潤さんが右こんまりになって <laughs> や,ばいよ <laughs> やったりとかっていうふうにあの本当に物理的に手伝ってもらうだけでも全く気分って変わってくるしあとはこの同じような状況の方に対しと一緒に片付け同盟を作ってあの一緒に頑張るみたいなふうに。<laughs> ここここ <laughs> やっていくとそれも本当に効果があるんですよね一人で頑張るのってねやっぱりちょっとだけしんどい時ってあるのでそうやって励ましながらやっていくとあのすごく楽しいです。純ちゃんのハワイのうちに一回伺ったことがあって遊びに、まあ、ちょっと行ったことがあってクローゼットの中を見せてくれたらもうびっくりするぐらいシンプルであこうんうん、もう本当に言葉が。洋服どこ洋服にいっ,って言ったんですか <laughs> いやでもすごく綺麗になっていてもう本当に究極のクローゼットの少なさだから例えば家の中もすっごいもうシンプルで多分どこに何ががあるるかが100分か100%っってる家だったんですよでうちはもう全くそうじゃないからでもあすごいここまで行くってどういう風になるんだろうってもうそれがもうそこからももっと興味はすごくあるでも出ない。 だからもう人の今おっしゃったみたいにもう人の手を借りてちょっといかないとさすがにもう自分の家の中がこれ以上物は増やしたくないしわがままですけどやっぱりこう扉の中に入れておくっていうのが自分の中ではもうポリシーとしてあって置くようにはしたくないのでだからもうそろそろ本当やっていかないとパンパンもうね開けた瞬間にもうが動かない。<laughs> いやでも本当にこう今日もう本当に私の話を直接聞いたのであればやりますやらないと損です。おめしゃきたよ皆さん。あのじゃクローゼットなんか整理した段階で写真を送ります。あぜひおすすめなだなビフォーアフターの写真があるとすごく楽しいのであ本当皆さん本当後悔するんですよ片付けた後に綺麗になった後にビフォアの写真撮ればよかったっておっしゃる方がすごく多いんですけど楽しいです。やりますはい。 でもまとめてやらなきゃいけないです。それちょっとずつはダメだってジュンちゃんからも言われて、一気に一気ですね。気にやるのがおすすめですね。わかりました。えじゃあ今今私小松さんからもオッケーもらったんで、私行きます。ことさ、ちょっチアリーダーにわかりました。なんか企画になりそうですね。なんか片付けてる様子もポッドキャストでずっと撮ってる。企画にしたいね。そしたらもっとこう頑張れるよね、ことさ。企画 くにしたい,い。いや、もうあの、とにかく、でも,も、ここでも、うこういうふうに、うん、ポッドキャストで。こんなに貴重な話を、直接聞き、うん、お聞きできたので、やります。うん、もうやるしかないね。ねもうやるたら、多<分>これみ、ね、んなぱ聞かれるから。ね、そ,うそ,うそ,うそうそうそう。そうそうそう。もう多分、どうなってるっていう,ふうに、ねうん、みんなに突っ込まれるよ。え<っ>。<laughs> いしましどううもありがとうございました具体的なあの名前のお悩みが聞けてちょっとアドバイスが熱がこもった感じでお返しできてよかったです<笑><笑>そうあのこんまりさんの本を読んで人生が変わったっていう人はすごく多いと思うんですけど特になんか印象に残っているストーリーありますか お客さんの方うん、うん、あのー、私の片付けをする前本当に一番初めの片付けをする前にその方が私が初めての片付けレッスンに行った時に冒頭におっしゃった時に片付けを終えたら今の「 暮らししてる旦那さんとと離婚しようと思って,るんですっていう風うに初めにおっしゃった方がいていてで今これ全部自分が整理をしてそれでこう綺麗になった状態で全てをクリアにしていきたいんですっていう風に初めおっしゃっていた方がいたんですね。であそうなんですねっていう風にして一緒にお片付けをしていったんですけれどもでその方自体は本当にこう丁寧に片付けを進めてくださっていて一つ一つに本当にちゃんと あの捨てるものももちろん多かったんですけれども、うん、その捨てるところも今までこう,うこういうところでありがとうございましたこういうところでありがとうございましたっていう風に本当にこう自分の中でも一つ一つ向き合ってあの最後の思い出品も最後まできっちりやって、うん、最終的に物は3分の1以下ですかね<お>3分の1くらいの量になったと思うんですけれども片付け終わった後に言ったのは離婚するのやめました。<laughs> うん、すごいそ,それはその片づけを通じてあの本当に今までこう煙たがってたっていうとあれなんですけれどもがっていたけれども実際には自分の人生に必要な人だったしあの今まであの見えてなかったけれども実は自分のためを思っていろいろしていたことがあったっていうそのちっちゃいことをすごく見逃してしまっていたけれども。 あ本当にあのそうじゃなかったんだっていうことに気づいて感謝できるようになったんですっていうふうに言ってすごい、ね、そういう人生が変わったっていう方のストーリーを今思い出しました。<laughs> はい、すごいですね、はい。でも本当にそういうあのいわゆるパートナー的なこともそうなんですけど、やっぱり仕事がに対して変わったっていう方も非常に多くての本当に。 今まではあの会社勤めでやっていたけれども、うん、片付けをすることによって、うん、あ私やっぱり今やっている仕事じゃなくてこうずっと学生時代から関わってきていた、うん、あの私のお客さんで小さな頃から小さな頃からというか学生時代からずっとこう社会福祉のことに関してずっとこう、うん、調べていて。 で興味があった方がいらっしゃったんですけれども、うん、その方も会社を辞められてベビーシッターの会社を立ち上げた方がいらっしゃったというふうに<ー>う、そうですね。もういろんな人生が変わった方が多すぎてそうですよね。今日本でどういう活動してますか？本,本以外でそうですね。日本での活動としては、うん、あの。 2014年に立ち上げた日本ときめき片付け協会っていう協会があるんですけれども私が今までやっていた片付けコンサルタントという仕事をコンサルタントを養成する機関なんですけれどもこれがやあの私の本を実際に読んだ方からすごく多かったリクエストとしてうん、うん、片付けを終えたら人生が変わった、うん、でそのやっぱりこの片付けをよりたくさんの人に伝えてい 行きたいっていうふうに思ってくださる方が本当に多くて、うんうん、これ私すごく嬉しいことなんですけれども、<ー>そう言ってくださる方が多かったので、あのときめき片付け協会というのを立ち上げて今やっています。それはえっとコンサルタントになれる。そうなんです、そうなんです。実際にもちろん片付けが終わったっていうのが大前提なんですけど。もちろ <laughs> はい、え、今何人ぐらいいるんですか?コンサルタント。今では、えっ、ー、と、日本では六十名くらいです、ね。え、こん、あの、コンサルタントの方もいろいろ手伝っては。あるんですか?。そうです、そうです。ものを動かしたりとか。もちろんです。やっぱり、だかそれすごくしんどいから。本当に、私、ゴミ袋。もう、何箱。 <laughs> 分化って、物の捨てたかっていう、もうやっぱりすごく体力。まあ、精神的にもね、うん、いい、いい意味でだけど、デトックスだから、ちょっともう、はいはあ。手伝ってもらえる、るなら、ね。そうなんですね。で これ私もずっとその仕事をしてて思うのはあの大事なのはちゃんとその片付けの日程を確保することってすごく大事でこの日はちゃんと片付けるとか,か,かその日も人が来ちゃうのでそうですねやるしかないっていうのがすごく大事でんなんとなく一人だけだとこう日程確保したけど片付け途中で疲れちゃって漫画読んじゃって終わるみたいな風になってしまいがちなので、うん、ちゃんとこうこう時間を確保するっていう意味でもすごくいいなっていうふうに思いますね。ね 何回ぐらい何回来るんですか。あ、人によって全然違いますね。やっぱりそのものの量とか、量とか家の広さによって変わってくるので、何回もあのかけてやっていく方もいらっしゃいますし、あ、それいいですね。うん、あとあれですよね、漫画のもう最近出ましたあれ？それ最近今年ですねに漫画で読む人生がときめく片付けの魔法。 ねえま、これすごく私大好きなんです、ね、この本も。ね可愛いですよね。そうなんですよ。まあ、だから漫画すごく読みやすいですし。そうそうそう。だから本はちょっと読むの苦手っていう方にはねすごくいいですよね。はい、おすすめです。<laughs> 漫画。うん。今コンマリさんってアメリカに住んでるんですよね。そうなんです。それはなんで？それは実は。 2>, 2年ほど前から、うん、もう日本とアメリカ半々でほとんど暮らしているような、うん、そうなんですよ仕事がそのアメリカの方でもその人生がときめん片付けの魔法英語だと「TheLifeChangingMagic of Tidy a n r i っていうんですけれども、うん、それが本当に皆さんに読んでいただいていてその講演の仕事だったりとかその片付けの企画をの仕事だったり。うん っていう風な仕事があるので今すごくそどちらの方に行く時期なのかなっていう風うになんかピンときたのででもその決断もすごかったねだって子供 2人すごく小さいしだって今いくつ今子供は上が2歳でしたがもう少しでもうすぐで1歳です。ねえ。もうなんとなくこう世界でこんなにの片付けっていうものが求められてるんだっていうのを目の当たりにした時に<ー>あっかこうよりこの片付け法を たくさんの方に知っていただくためにはどうしたらいいんだろうっていうふうに考えた時に今一番その盛り上がりがあるアメリカに行くことでよりこの片付け法を世界中に広めることができるしなんとなくそれによって結果的にまた日本に対してもまた片付けで役に立つことがあるんじゃないかっていうなんとなくの「なぜですか?」って言われるとなんとなくそっちに道があるような気がしたからっていう理由なんですけれども。 うん、あの今は私はアメリカで住んでるんですけど本当に日本を片付ける世界を片付けるっていう今目標を持って今じゃアメリカではどういう活動だったりどういう媒体であのその片付け法を広めてるんですか 今は実はアメリカで会社を立ち上げまして、うん、私一人だけじゃないんですか、うん、何かの,あの仲間と一緒に立ち上げていって今私オーガナイザーワールドっていう目標がなんとなく自分の中で出てきた時にあんまりにも大きすぎる目標なので今は自分一人でやってるっていうよりチームでやるっていう新しい経験をしていてなので今はあのアメリカでもあの片付けコンサルタントを育てるのをやっていて今あのせ えと日本とアメリカを含めて10名108名なので、えー、海外でも今コンサルタントさんが40名くらいデビューしていて、えー、アメリカだけではなくてイギリスだったりとか、うん、オーストラリアとかベネズエラだったり、うんえそ,えー、とその方たちがアメリカに来てで学んで帰ってそうやって広めていくんですよ、ね。すね、今わー あとアプリとか、ないですか?。そうなんです、あの海外向けに片付けアプリも実はリリースして。いてす。片付けの面白いの、すごいわかりやすくて、なん,なんか。ね、もうテクノロジーって感じ。そうなんです、これでも、うん、私もこういうの本当に初めてで、ずっと私片付け一本でやってきていたので。<laughs> <え>なんていうんですかね、このいわゆるこう。 ビジネスっていうかこういろんなものを広げるっていうことに関してはすごく初めての経験なので本当に私自身は片付けについてこう熱く語るっていう役割で本当にあのメンバーの方たちがいろんなあの企業との提携の話を進めてくれていたりとかあのその公演の大きい舞台を。 の話を持ってきてくださっていたりとか、うん、これ本当に私も初めての経験なのですごく戸惑いながら手探りでやっているっていう状態ですねしかもその講演は英語で話すんですよねそうなんですよすごくないですかだから英語じゃアメリカに引っ越す前までは <laughs> 全然喋れなくてどうどうやってレッスンはすごいやってるって言ってましたね英語の練習でも講演の内容は丸覚えしてるんです。 <Wow. S 2> <laughs> 分何分ぐらい1時間の講演とかもしたりするんですけれども <laughs> ただ、まあ、全部あの畳み方のデモンストレーションとかだとそんなに英語をしゃべらなくていいので40分間くらいは英語を喋ってるんですけれども、うん、<laughs> 今週何回英語を英語のレッスン今3回,週3回1時間ずつみたいな1時間半ずつとか、うん、でもそれ以外でもずっとこうあの 講演の内容とかを英語の先生にとっていただいてそれをひたすら聞いてリピートしてっていう風にしてなんか私の言葉もともと日本語の私のこう原稿があってあるんですけどそれをちゃんと英語で話してかつそれをただ単に台本じゃなくてちゃんとエネルギーを込めて話せるように何回も練習していくとその英語でも 同じエネルギーを出せるようになっていくんですけど時間かかるんですよねやっぱりすごく大変だなと思って,いて最近はもうもっぱらその英語をどうにかするのかっていうのが私の課題でらひたすらやるしかないっていう状態ですだってそうこんまりさんは過去にシェリル・サンドバーグ Facebook の COO の方と並びになって講演やったりとか あのね、一緒に一緒の舞台というよりはあの前半がシェリ住さんが、うん、あの公演をやってそれが終わった後に同じ舞台でのさ出させていただいたんですけれどもあのシカゴ・シューマニティ・フェスタっていう、うん、あの舞台だったんですけど本当にこう歴史ある 舞台にあの立たせていただいて英語で喋ったんだけどとても緊張しました。いやーもうなんか誇りにも思えるすごい。いやでも本当まだ拙すぎて。いやいやいやあの並びはもうすごい。<laughs> あとはジェフベイソスともこれからでしたっけ。そうなんですあの十一月にアマゾンのジェフベソスのあの L A サミットという舞台があるんですけれどもあのジェフ フーベソス,ベソスさんと同じ場所に立たせていただきますすっごいかっこいいなあもう頑張ってください、はい、もう本当にドキドキしてますドキドキしますよ <laughs> じゃあこんまりさん最後にこんまりさんのこれからの夢やゴールはなんですか私の夢は先ほどもお伝えしたんですけど 私の夢は今は今オーーガナイザー・ワールド、うん、つまり日本語と世界を片付けるっていうのが今の私の大きな目標ですわ。じゃあどん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 いろんな国にみんなに広げていくっていう。う今は本当にたくさんの方に今本当に本がこれから本が出版されるところもありますし出版されたところもあるんですけれども,もうできる限り このんまりメソッドっていうのを広げるために、うんうん、具体的にどんな方法をしていってどういう道があるのかっていうのも今もまだ私も手探り状態で分かっていないんですけれども、うんうん、一つ一つ今目の前にあるチャンスっていうのを、ね、乗り越えていきながらやっていきたいなっていうふうに思っていいまますす、うん、頑張っててくださ応援してますどううもありがとうございます。<laughs> じゃあこんまりさんのことをもっと知りたいって思う方に、ぜひ。あの、ね、ホームページだったり。はい。はい。えっと、私のホームページ、公式ホームページこんまりドットコムですね。もありますし、あとはフェイスブックの公式ページもあるので、うんうん、そちらを基本的に見ていただければ。の日々の活動の状況など、最新情報をお伝えさせていただきます。ぜひぜひ、ぜひ、皆さん。 本を手に取ってくださいやってみてくださいその一歩を踏み出してください <laughs> ありがとうございました <laughs> どうもありがとうございました <laughs> すごいじゅんさんが言っていただくともう片付け終えた方の言葉なのですごく頼もしいです <laughs> いや本当にすごいです <laughs> ありがとうございました近藤まりえさんでしたはい今日はありがとうございました ポッドキャストへの質問や感想は g l e n w o o d p o d c a s t .co.jp に送ってください。Glenwood Heart to Heart。長谷川潤がお送りしました。See you next time!